生まれて初めて脱色したんです。わかるかな、これすっぴんなんですけど、ちょっとね薄くなった、わかる、いけてる、あんま近づいたらすっぴんだからすっぴんや配信するなって感じなんですけどね。そう、お疲れ様です、こんばんは。そう、ちょっとね薄くなったでしょ色。目先に何使ってるって聞いて教えてもらいました。ちょっと初めてだったんで怖かったんですけど、7分ぐらいしました。本当は10分ぐらいするんですけど、ちょっと怖かったんで、金髪じゃない、金色とかになったらどうしようと思って、恐る恐る1回目やってみたら全然抜けてなくて、色なんや全然いけるやんと思って7分ぐらいしました。いい感じになりましたねやっぱ眉毛って大事ですよね、垢抜けるには。垢抜けよう大作戦始めます垢抜けよう。そう、垢抜けないとだね今晩は、今日はね可愛い髪型にしました。片方だけなんかハーフツインみたいな感じです。テンション上がった。モバメ届いた？届いてないか、まだ。モバメもね送ったのでぜひ見てください。この後ね、ルームスの方でお話っていうか、なんていうんやろ、コメント返し、コメ編しようかなと思ってるので、まだ入ってないよって方はぜひこの機会に勧誘みたいになっちゃう、入ってください。コメ編します。阪神勝ったね。ね、そうだね、コメ編するので皆さん入ってくださいお話ししましょう。あ、届いてる？お、届いてる。もう場面よかったよかった。そうす、よかったですわ。阪神勝ってるんですけどね、全然ね見に行けてないんで、今日も公演だったんで行けずで、行きたいですね早く。13日だっけ、14?13?にプロ野球女子会がね、また CYNN さんで開催してもらえるということなので見てください。久々、なんか優勝特番やったじゃないですか、11月ぐらいだっけあれ。だから全然期間、めっちゃ早く感じますね、やっぱりいいですねいいですね。今年はね打てるようにあったら、もしそう、バッティングセンターでね毎バッティングやらせてもらうんですけど、ちょっと去年は不審だったので、今年こそはちょっと巻き返せるように頑張ります今日タリーズ行ったけど公演後、そうなんや、ほぼなんかダメ元で行ってみたんですよ今日。何時に行ったっけな、2時ぐらいかな、でも2時ぐらいに行ったんですよ。1時半ぐらいかなにタリーズ行って、もう浮いてないやろうなとか思って入ったら、なんとあったんですよ。そうで、バズってるカスタムをしました。アサイにヨーグルト、アサイに氷少なめ、液量多め、蜂蜜追加でしましたね。美味しかったです。でも明日からねスタバのねメロンが始まるんですよ。めっちゃ嬉しい、メロン大好きやから、プロフィールにメロン好きって書くぐらいメロン好きなので嬉しいです。めっちゃ果肉が強いらしいよ、スタバの店員さん情報ゴンちゃんのいちご飲んだ、飲んだよ。そう、めっちゃ美味しいよ。けどもうまだあんのかな。この前弥生とね会ったんですよ。そう、東京行った時にちょっとだけねタイミングがあって弥生とね会ったんですよ。でゴンちゃん行ってタピオカ飲みました
あのルームスにあげたね餃子もね弥生と行ったんですけど、めっちゃ美味しかったね。久々にね会ったらね弥生がね、あのもう嬉しいって言って、もうメンバーロスやからって言って寂しそうにしてました。そうなんです、ゴンチャのいちごはね私は3回飲みましたね今期。弥生がマコは連絡くれるって。そうめっちゃしょうもないことでね連絡します。眉毛脱色したよとか送ったり、見てでっかい抜いたとか言って送ってます。そういうねたわいもないことがねやっぱ嬉しいんですよ人って。そうそうルームス入った方がいい、入ってください。ぜひぜひ。そうなんです、うん、お稽古頑張ってるみたいで、そうめっちゃ周りの人がいい人なんだって、すごい優しくしてくれるらしい、よかったですね。東京頑張ってますねみんな。そうなんです、やっほー。新しいマネージャーさんが、新しいリーダー、そう新しいマネージャーさんが来られたんですけど、私もまだねそんなにあのお会いしてないのであれなんですけど。こんばんは。あ、私のあのおすすめ商品ご紹介しますね。はい、こちらになります。これを紹介したくて下からね持ってきました。これはカルディに売ってるんですけど、韓国おにぎりチモッパの素なんですけど、これめちゃくちゃね美味しいんですよ。もうたまらん、うまいです、たまらんです、絶対食べてください。お菓子じゃないですよ、これはあのご飯に混ぜるんですよ。あの温かいご飯約 500g 1.5 合にこの一袋を入れて、でよく混ぜるんですよ。そうで、お好みでごま油を入れて丸めて完成。めっちゃ美味しいんです。あの韓国料理屋さんとかにしかね、でしか食べれなかったんですけど、チモッパって、なんか韓国料理屋さんだったらこうボウルで出てくるんですよ、銀ので、ご飯とこの素が入ってて、なんか手袋 も渡されて、それで自分でこう混ぜて作っておにぎりにして食べるみたいなチモッパなんですけど、それをあのお家でもね食べれるということで、買ったら革命起きました。めっちゃ美味しいよ、600円ぐらいで買えます。そうふりかけっていうか、なんやろ、なんかおにぎりの具って か、 なんかビビンバみたいな、ビビンバじゃないんやけど、そんな感じ、混ぜるふりかけっていう、なんかしっとり系かな、どっちかというと。そうふりかけっていうよりもなんか具メインって感じ、辛くない、めっちゃ美味しいよ、めっちゃね、めっちゃ美味しいですこれ。ぜひぜひご賞味あれ。カルディはねいっぱいいろんなものがあるから美味しいですね。カジュパやってるけど、たまにやってる、やってるよ、たまにね、あのお知らせなしでやってる。メンバーがやってるの見たりとかしたら、あ遭遇したいな、やろうとか思ったりしたり、結構サイレントでやってます。静かにバレないようにやってるんで、皆さんもまた遭遇したらいいですね。そう、 そうこっちがね、あのメンバーとマッチングしたくてやったりしてますね。まだマッチングできてないんですけど、麻雀ねできないんですよね、ちょっとルールが分かんなくて遭遇できない、またやります。ババ抜きね、そうですわ。お腹が空いてたまらん、夜ご飯まだ食べてないんですよね。今日はあの
鍋です、お鍋です、楽しみ。さくちゃんのね、あのご家族の方がシュークリーム差し入れしてくださって、期間限定のやつなんか食べたけどめっちゃ美味しかった、うん、あこっちって結構食べる、結構食べる方ですね。でもどうなんやろ、普通かな。でもなんか中学の友達とかとその、あのこの前食べに行ったんですけど、ご飯行ったら全然ね食べれなくて、私が一番食べれなくて、小食やって言われたんですけど、小食なんかなとか、メンバーの中では、ね、食べれる方なんです、メンバーが食べなさすぎどうなんやろ。でも運動部やったからってのもありますね。運動部やんのにさ、なんかあるあるよね、運動部入ってて引退してから食べる量変わらへんから、そう運動せんへんくなってるのに食べる量変わらへんから太るみたいな。でも現役の時よりかはだいぶ落ちましたね、食べる量は。現役の時はもう信じられないぐらい食べてました。なんか中3の時にあのハンドボールの外部のハンドボールに入ってたんですけど、そこはなんか毎食その夜ご飯と、昼ご飯は学校やから給食とかとして、夜ご飯と朝ご飯を必ずその監督に送らなきゃいけないみたいな感じで、そうなのでねめっちゃ食べてましたね。でなんかノートとかに毎日食べたものとか書いたりしなくちゃ、少なかったらもっと食べてって言われたりするんで、食トレみたいな感じですね、あるある。ご飯2杯とか食べてたし、焼肉とポトフとあとなんかもう一回違う食みたいな2食ぐらい組み合わせて食べてたり、そうシチューとハンバーグと焼肉みたいな、どんだけ食べんねんみたいな、今あの見返したら思うんですけど、そうめっちゃ食べてたね。その時は一回信じられないことがあってなんか遠征に行ったらめっちゃ食べなきゃいけないんですよ。それが一番嫌なんですけど、遠征のご飯ってめっちゃしんどくて、朝ご飯食べるじゃないですか。なんかホテルでこうバイキングみたいなんですよ。バイキングも全種類取らなきゃいけなくて、絶対嫌いなものがあっても絶対食べなきゃいけなくて、でご飯かパンは選べるんですけど、ご飯だったら2杯、パンだったら4つみたいな決まってて食べなきゃいけなくて、でそれを食べた後になんか浜辺に移動したんですよ。で浜辺に移動したんですけど、その車乗ってて、車乗ってる時間しかなかったのに、着いた瞬間にお昼ですってなって、牛丼の特盛を食べなきゃいけなくてみたいな、もう泣きそうになりながら食べましたねしんどかったな、あの時は。よくやってましたわ。そう、そんな生活をしてたらやっぱり、けどやっぱりエネルギーになるから筋肉もつくし、もう今全然あれなんですけど、ムキムキでしたねその時は。そうやばい、もうちょっとで終わっちゃうそんなとこでちょっとやってたので。そうなんですよ。では読みます。13位、ライムミントさん、ありがとうございます。12位、炭酸せんべいさん、ありがとうございます。11位、靴ひもさん、ありがとうございます。10位、直行健さん、ありがとうございます。9位ふっちゃんさん、ありがとうございます。8位レモン78さん、ありがとうございます。7位しおちさん、ありがとうございます。6位チキンナンバさん、ありがとうございます。5位歌川さん、ありがとうございます。4位ダンさん、ありがとうございます。3位ハイドさん、ありがとうございます。2位トミーさん、ありがとうございます。1位サキショさん、ありがとうございます。ありがとうございました、キンキンやそんな感じでした。体力はね、でもねめっちゃあったよ。めっちゃね、あのみんな体力あるとこでも一番ぐらいにねあってね、ハンドの中でも一番走るサイドってとこでやってたんですけど、体力はだからね昔から結構、自信はないんやけどね結構ある方でした。もりもりそんなことがね強くしてます今の私を強くしてます。ではおやすみなさい。ありがとうございました。